古いアメリカ部局による組曲は、ロバート・ラッセル・ベネットが作曲した吹奏楽曲。1949年6月に、ゴールドマンバンドによって、セントラルパークで5000人以上の聴衆を前にして、上演された。1950年に出版され、同年に還元楽版も作られている。当時は、キス・ミー・ケイトや、南太平洋などの作品で、 アレンジャーとしてのベネットのキャリアが最盛期を迎えている時期でもあった。作曲のきっかけはゴールドマンバンドの演奏を聴いたことで、その時の心境についてベネットは急にアメリカのコンサートバンドが作り上げるだろう。まだ生まれていないあらゆる美しい響きのことが頭に浮かんだ私のペンがポケットを飛び出して、この素晴らしい大きな楽器で演奏するための作品を 提供するよう願ってきたようなものだったと述べている。この作品以降、バンドのためのシンフォニックソングなど、継続的に水槽楽作品が生み出され、1969年には、ゴールドマンバンドが、ベネットの75歳を祝う演奏会を開いている。各学賞は、ベネットが幼い頃にダンスホールで出会ったダンスのリズムを下敷きにしている。当初は、故郷である、 ミズーリ州カンザスシティにあった遊園地からエレクトリックパークと名付けようとしていたが出版社の意見で原稿の題名になった。初演では心に入り込んでくる良質なユーモアと想像力豊かで熟練した楽器法を持ちノスタルジックで心地よい雰囲気を作り上げると評され1953年のフレデリック・ヘネルとイーストマン・ウィンド・アンサンブルによる発録音などを通して 吹奏楽の重要なレパートリーとなる。2002年には、細部の誤りを正し、フルスコアを作成した、新しい版も出版されている。前後曲からなり、演奏時間は16分程度。ケイクウォークケイクウォークアレグレット、2、4拍子書ティッシュシャティッシュモデラート、4、4拍子、ウエスタンワン、ステップウエスタンワン、ステップアレグロマノントロッポ、2、 4拍子壁の花のワルツオールフラワーワルツテンポディ、ミツウリワルツ。3、4拍子ラグラグゲリー、イン、EG2、2、2、拍子、ホーキンス、ロイ・ベントン・ザ・ライフ・アンド・ワーク・オブ・ロバート・ラスル・ベネット、P115、ABCD ・ナイト、マイケル・スイート・オブ・オールド、アメリカン・ダンセーズ、ロバート・ラッセル・ベネット・ティーチング・ミュージック。 スルーパフォーマンスインバンド、ボリューム 1GIA パブリケーションズ 2010P716 ベネットが出席した、エドウィン・フランコ・ゴールドマンの70歳を祝う1948年1月3日の演奏会はカーネギーホールで開かれ、ミオ、シェーンベルク、ミアスコフスキーの作品、グレインジャーの新作初演などを含んでいた。ホーキンス、 P112、ただし最初の水槽落作品ではなく、1939年に、噴水と花火のショーのための音楽を作曲している。ホーキンス、ピアニッシュも、83から84。ホーキンス、P150、インターナショナルミュージシャン誌、1949年7月号の、表。ホーキンス、P112、ロバートホーニャックが1985年に、 アメリカの大学吹奏楽団のレパートリーを調査した結果では1975年から1982年にかけて105回取り上げられている。ホーキンス P135 ありがとうございます。